皆さんこんにちは、ゆうたろうとモンタロウです。今日はね、会津鬼怒川線の小鹿高原駅に来ています。ここはね、東京都心にありながら、秘境駅と呼ばれています。1日のね、乗降客がですね1人未満という駅だそうです。東武浅草線からね、ここにやってくるにはですね、新藤原という駅からですね、会津野岸鉄道に乗ってこの駅に行きます。ここもね、結構秘境駅ということでね、紹介されています。押上とかね、東京スカイツリー、浅草と、それからですね、会津高原を出てですね、会津若松までつないでるね、会津鉄道の間の野岸鉄道という、ね、ところの駅ですね。ここはもう改札も何もありません。小鹿高原駅、ここがね、待合室になってます。結構ね、電車の数はね、秘境駅の割には電車の本数があります。1時間にね、1本程度はあります。下今市駅行きで、片一方がね、会津田島ということでね、結構ね、駅の電車のね、本数があります。今ね、9時なので、9時54分が間もなく来そうですね。東海スカイツリー方面のね、行きの列車が間もなく来そうです。浅草方面、東京方面ということでね、私ども乗りませんけども、結構ね、乗降客っていうんですかね、ここに行くにはね、大変なんですよ。道もね、あるんですけども、途中ね、一軒も民家がありません。で、今ね、アブの大攻撃を受けました。ここもね、栃木県日光市ということで、もうね、電車が来ればいいんですけども。一応、ここの駅はですね、単線防線駅。6両までね、一応対応しています。あ、今電車がね、来ましたね。会津高原駅ちょうどね、良かったですね。6両編成でここまで、これがね、昔のね、東武線で使っていました、6線系ですかね。今はね、この車両もですね、南栗橋まで、それでね、東武のですね、新藤原とか、その辺までのね、列車に使われています。かなりね、老朽化されているということでね、今もう、お客さん降りないで、そのままね、走ってしまいました。はい、行ってしまいました。ここね、本当にね、1日の乗降客が1人未満ということでね、各ね、テレビにも何回も紹介、今話しましたけども、紹介されていると。
ということです。この時期はね、やっぱり来るもんじゃないですね。雨がすごいです。かといってね、冬の時期になりますと、もう雪がね、降っていて、来られません。駅名標もね、ちょっとお疲れ気味です。駅名標もね、お疲れ気味でございます。もちか高原駅。野岸鉄道のね、駅です。ではね、簡単ですけども、モンタロ君がね、おじか高原駅、野岸鉄道おじか高原駅のね、簡単な紹介をいたしました。ここのね、駅に来るには、鉄道か、またはですね、車で来るのもいいんですけども、車もね、今通ってきたんですけども、道がね、砂利道で、しかもですね、車1台しか、通れません。すれ違いができません。それでね、この駅より先は、行き止まりになってます。ですからお車で来る場合はね、結構気をつけてくださいね。対向車すれ違いませんので、もしね、車で来る場合は気をつけてください。では、簡単ですが、おじか高原駅からモンタロ君皆さんに